中日、63イニング連続リードなし。143試合換算、46勝97敗借金51、ホームラン46本、114エラー、完封負け36試合、完封勝ち0試合。やっぱ二遊間を一番守ってたのいきなり放出って、そんなんむちゃくちゃやってうまくいくわけないんだなって、今から監督やろうって人には良い教科書になっとるね。涌井1勝5敗、高橋1勝5敗、柳0勝4敗。あまりにも弱い。先発も地味にボロボロになってきたな。6回3失点さえもできなくなった。 QS 率がすごいみたいなポジも消えた。打率がすごいみたいなポジも消えた。あとどんなポジが残ってるんや。橋本が抑えててすごい。細川が打ちまくっててすごい。新戦力使用率は NPB1 位。みんな一軍経験浅いフレッシュな選手ばかりや。こう書いた方が悲惨さ伝わるわ。涌井、ヒロト、柳、2勝14敗冷え。63イニングリードなしや、なんだこれ。63、7試合ってことは1週間以上勝ち越したことすらないのか。せやでずっと同点かリードされた状態や。立浪、このメンバーでやっていくしかない、悲しいな。なんか立浪毎日同じこと言ってないか。毎回同じ試合してるし、そろそろ話すことなくなってくるやろ。先発が失点する矢印、エラーする矢印、少し点を取る矢印、エラーする矢印、突き放される。このチーム毎日一回エラーをノルマにしてるんか？プロ失格みたいな守備してるやん。立浪、皆さんはどうすればいいと思いますか？5月中に借金20って過去どれくらい存在するんだ。侍JAPAN に唯一土をつけたチームというポジ要素で1年持たせるしかないやろ。